世界一魔法降臨。いきなりかよ。闇魔法、闇魔法。水分魔法、銀の雨。知っているはずだ。この程度の魔法では私を倒すことなどできる。ならばノゼル殿、私も助太刀いたします。策がある。私に合わせる。これは経陸の銀星。逃がすか。おい待て。お二人戦。闇魔法クロール。丸刈りにしちまって異邦人の魔力が消えた。おそらく夢魔法に囚われたのだろう。そう簡単には出てこれまい。これ以上の戦機、ここで奴を仕留めるぞ。考えたな。だが一体奴はどれほどの高熱を。クエブレオン殿はどこに。まだまだ。闇まとい、闇まとい、無病院。まあ、コピーはオリジナルには勝てねえのが上。たくさん作れるのがコピーのいいところだよね。ありがとう。闇まとい、闇まとい、闇まとい。カイゼン微弱ですが、ジャック殿の魔力もか魔法白金の天王を置いて元ヘミン。いけるか。かかそこらの三下と一緒にすんじゃねえ。ほがない。ここで決めるぞ。誰に指図してんだ元気か。行きますぞ。見ているの団員たちよ。無念の獅子王団の炎に燃やせぬものはない。隠翼の大足団の団長として没する姿を晒すわけにはいかない。悪魔だって夢に閉じ込めちゃうくらい強くなる。てめえらは三角帽子嬢ちゃんが言ってんだよ。マナス闇まとい資源切り。いかん。
なんて。特に最後のあれは、まさか最後は闇の次元切りで両チームのクリスタルごと切ってしまうなんてね。ここまでやらせといて引き分けか。